皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、私が日頃実施している背骨を柔らかく機能的に使っていくようなルーティンワークをですね、ご紹介しようと思います。
もともと猫背で、かつ背骨の、ね、柔軟性もほとんどなくて、腰痛にね、ずっと苦しめられていた自分がですね、今は痛みなく、機能的に動けるような体の状態になってきているっていうのは、こういったですね、ストレッチを日々続けてきた結果だなというふうに思っております。自分はもう体が硬くてどうしようもないんだなっていうふうに思っている方もですね、少しずつこういったですね、ストレッチのルーティーンを入れていくことによってですね、体が徐々に変化していきます。体が変化していった先にはですね、痛みの軽減だったりとか、疲れにくさ、あとはスポーツをされている方なんかは、運動パフォーマンスの向上なんかにもつながっていきますので、ぜひこういったルーティーンをですね、ご自身の生活の中にですね、組み込んでいただければと思います。ストレッチの時間に関しては、例えばね、1時間とか2時間毎日やりましょうっていうとすごく大変だと思うんですけれども、今日紹介したようなストレッチに関しては、せいぜいね、3分ぐらいで終わります。ね、3分ぐらいだったらどっかね、日常生活の中にも組み込むことができると思いますので、ぜひ実施していただければと思います。今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを。そして、こういったですね、ご自宅でできるようなストレッチだったり、ワークアウトをですね、みんなでオンラインのトレーニングルームに集まって楽しくワイワイ健康になるために運動していこう。こんなですね、企画をしておりますので、ぜひ下の概要欄からチェックをしてみていただければと思います。引き続き猫背に関する情報を配信していきますので、ぜひ皆さん、下の猫ちゃんマンからチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。